乃木坂46の公式 YouTube チャンネル、乃木坂配信中、が2月11日に動画を更新、さやをスキーに連れてって神奈川さやがスキーに行ってみたスキー、スノボ、と題して、神奈川さやがスキーを楽しむ姿を公開した、多い時は1年で5、6回行ってたんです。北海道出身で、幼少期からスキーをしてきたという神奈川、皆様にスキーをしてる姿を見せるのは初だと思うので、楽しみにしてくださると嬉しいです、と言って、スキーで楽しむ様子を初披露。バル、スキー場に到着し、ピンクのスキーウェア姿で登場する。まずは、リフトに乗って初級者コースへ、リフトで移動中、スキーの思い出を語る神奈川。最初に滑ったのは幼稚園の頃で、父親に上級者コースに連れて行かれ、号泣しながら滑ってました、と明かした。しかし、そのおかげで、小学校の時はずっと A クラスだったと笑顔で語った、5年ぶりですけど、1回目からいい滑りをしたいと思います、と元気よく滑り出した。最初は緊張から、やばい、と言ったりしていたが、すぐに勘を取り戻し、超楽しい、と言ってカメラに手を振る余裕も、肩慣らし、が終わったところで、ゴンドラに乗って山頂付近へと移動。移動中は再びスキーの思い出トーク、多い時は1年で5、6回行ってたんですよ。家族で行ったり、いとこのお母さんと行ったり、スキー大好き家族だったんで、わら、と、家族や親戚とスキーを楽しんだ思い出を語った。バル、次は中級者コースに挑戦、さっきよりちょっと急だ、と言って順調に滑り始めたが、勢い余って、今年初転倒。それでも楽しい気持ちが勝って笑顔を絶やさない、せっかくなので、初めてスノボに挑戦したいと思います。いい運動をしたということで、食事タイム。何を食べようか考えている時に、数量限定焼き芋始めました、という魅惑的な文字を発見し、大きめサイズの照り焼きバーガーとデザートとして焼き芋を食べてエネルギーチャージ完了する。再びゲレンデへ、ゴンドラでの移動中のトークテーマは、お正月。おせちを食べまして、みかんも食べました。お父さんが全自動ジャンタク機を買ってくれたんですよ、わら。1日目は8時間ぐらいやってて、だいぶ上手くなりましたよ、と、麻雀の腕を上げたらしい。体力も回復し、元気に滑走する神奈川、イエーイ。楽しい、と調子も良さそう。5年ぶりのスキーをたっぷりと堪能し、めちゃめちゃ爽快でしたね。お仕事の疲れもどっか飛んでいきそうなくらい楽しかったです、と大満足のようだ。バル、これでロケが終了かと思ったら、せっかくなので、初めてスノボに挑戦したいと思います、と、初スノボに挑戦。自信ありげに滑り始めたが 3M で転倒、いけるでしょうと根拠のない自信があるが、何度も転倒を繰り返す。それでも北国育ちの意地で転びながらも滑るコツをつかみ、少し上達が見えた、嬉しい。奇跡的にできてた、と大はしゃぎ。最後上手に滑れたので楽しくて最高です、という言葉で締めくくった神奈川。コメント欄には、楽しそうな姿が見れて嬉しい、笑顔が素敵です、運動神経がいいね、といった声が寄せられている。